丸山くるみです。今日は初めてのハニーズのお買い物した商品を紹介していこうと思います。よかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。ハニーズは初めて購入してリクエストで以前から結構多くいただいていたので、はい、今日は早速紹介していきます。まず一つ目なんですけど、今着ているこちらのトップスです。以前の一番最近のモーニングルーティーンの時に着ていたトップスなんですけど、こちらは980円というすごくお安いお値段で販売してありました。ベージュと迷ったんですけど、ベージュのトップスがこういったリブのものが最近増えてきたので、ちょっと赤に近いようなオレンジ、ちょっとテラコッタのようなカラーなんですけど、赤茶色のようなこちらのカラーにしました。以前も動画でお話ししたんですけど、オフショルダーを着る勇気がなかなかまだ私は出なくって、なのでこういったものだったら、まあ、肩は見えていないんですけど、これくらいだったら取り入れられそうかなと思って初めて購入しました。長さ的にはこれぐらいなので、大体はインして着ることが多いかなと思います。はい、では続いてこの今履いているこちらのパンツを紹介します。こちらのボトムスなんですけど、ドットですごく軽い素材のものです。このような感じです。ワイドパンツですね。そしてウエストが全部ゴムになっているので、脱いだり履いたりもしやすいですし、すごく楽ちんなボトムスです。夏のセール価格になっていました。こういったカラーとの相性もすごくいいですし、ベージュだったり白でももちろんモノトーンコーデにも使えますし、この黒と白のドットは比較的いろいろなカラーに合うかなと思います。そしてこちらのボトムスにはポケットがついています。ポケット付きのボトムスが私はすごく好きで、はい、嬉しいポイントでした。そして最後2つまとめて紹介しようかなと思うんですけど、 T シャツを2枚購入しました。こういったカラーのものです。でまずこちらのベージュの方から紹介します。このドットのパンツともすごく相性が良くて、こちらは私は L サイズにしたんですけど、少しゆるっとしたシルエットがいいかなと思って L サイズにしました。このシンプルにまとまった感じがすごく好きでした。そしてこういった T シャツっていうのは、これから夏に替えで持って行ったりとか、汗をかいた時用とか、ちょっとアウトドアで濡れるっていう時とかですね、すごく便利かなと思うので、こういったお安い価格で購入できる T シャツは気に入ったものがあるといつもチェックするようにしています。はい、では続いてこちらですね。こちらも L サイズにしました。ゆったりとしたシルエットで、前だけタックインとかでも可愛いかなと思います。こちらもこのドットのパンツとすごく合うかなと思います。そしてこの文字、このフォントがとにかく好きでした。お値段は先ほどのベージュのものと同じで、こちらは UV カットですねの T シャツだそうです。2枚ともすごく着回しが効きそうな T シャツなので、こういったロゴのものが他にもたくさんありました。なので探していらっしゃる方はハニーズをぜひチェックしてみてください。以上、今回のハニーズ購入品紹介でした。また何か私が今まで購入したことがないブランドだったりリクエストなどございましたら、ぜひ
コメント欄などでいただけると嬉しいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日も最後まで見てくださってありがとうございました。バイバイ。